皆さんこんにちは、渡辺和樹です。2018年19年シーズン、このサロモンのスキーは、大きく変化を遂げました。サロモンのスキー、これまでの歴史っていうのはプロリンクとか、主にこの表面にバーがついてしなりをコントロールするスキーでしたが、今回のスキーはこの表面の、しなりをコントロールするもの一切ついていません。そして新しくできたのはこの部分ですね、エッジアンプリファイアと言います。エッジアンプリファイアの効果っていうのは、ターンをするときスキーはこう角付けしていくと、スキーのエッジの角度を戻される力が必ず働くんですけども、このアンプリファイアを装着することによって、この戻される力の感覚が 30% 少なく感じられるようになりました。結構ハードなところを滑っても体に対しては優しいというのが、この新しい、サロモンの、S レース、S マックスのシリーズにもこのエッジアンプリファイアというものがついています。そしてもう一つはこのブーツですね。今僕が履いているのは S マックスというブーツなんですが、レース用の S レースというタイプもあります。特徴はここの部分、黒い部分ですね、コアフレームというフレームが足の裏側に U 字型に入っています。このフレームを装着することによって、特に土踏まずからくるぶしの下付近、非常に強度が出ます。やはりスキーヤーの力をロスなく雪面に伝えていくという、強い強度のものを入れて、その力を確実に伝えるというのがこのコアフレームですけど、ただ単純に強くしてしまうとスキーブーツはガチガチで、バランスを取りにくくなります。ここにセンスアンプリファイアという、新しいパーツがついています。このパーツによってターン中のバランスがより取りやすく、しかも滑っている時に非常に動きやすい、スキーブーツに仕上がっています。ターンの始動、あるいはターン中の、細かい凹凸に対して、このセンスアンプリファイアが効いてきます。コアフレーム、そしてセンスアンプリファイアのついた新しいサロモンブーツ、従来のブーツよりものすごく軽く仕上がっています。だいたいトップ機種で 1700g ぐらいに収まってますので、軽くて履きやすく、そして強いスキーブーツが新しいこの S マックスシリーズです。ぜひ皆さんお店で試してみてください。